羨ましいんだけど。そんな？なんで？だってすごい楽しそうじゃん、あの4人組。だよね、俺も楽しそうと思ってやりますって言った。いいなぁ、これめっちゃ見てんだよね、毎週見てる。うん、あれすげえ楽しい、ね、みんなメンバーもいい。だってリョータもいいでしょ、うん、リュウでもいいでしょ、ノスケもいいでしょ。ゆでも面白いじゃん、みんな面白いじゃん。すごい好き、ね、うん、大好き、毎週見てるもん。マジで、うん、初回から見てる。もう大ファンじゃん。そう、入るの？入る。いいなぁ。できるかな？できるよ、お前ならできるよ、頑張って。マジで？ありがとう。今日さ、アイスクリームらしい。え、今日か。あれ、あいつバカ遅いじゃん、やば。あれ、だから、罰ゲーム一緒だから。何時か、初回もう行こう。初っ端から罰ゲームかまそう。初回罰ゲーム。いや、もうそんぐらいやったんないとあいつもパンチクロニクには入れないでしょ。そう、洗礼を受けさせない。ああ、受けさせよ。そう、でも大丈夫でしょ、面白いやつ呼んでるから。あ、いいね、面白いやつだったら大丈夫だよ。おもろいよ、今回のは。今回のは、今回の球はでかい。私たちのキャプテンとは大違い。ああ、そういうこと言っちゃうね、はい、うん、でもさ、普通にさ、俺とのすけあんま関係ってないからさ、わかんないけどさ、まあね、面白いのは聞いてるかわかんないけど、どんな感じのやつ、うん、いや、まあ、いや、どういう風に面白いか言われたらわかんないけど、芸人で例えるなら、うん、松本人志。バリ面白い。面白い。まあ、大きく出すぎたかな。うん、まあ、金髪の筋肉マッチョくるってこと？いや、そこだけ。松本人志、ちゃんちゃん、松本人志、それ言うの？ちゃんちゃん、筋肉マッチョ。金髪筋肉マッチョ。筋肉マッチョ、それはダメだよ。ダメだな。ガキ塚しか見てないのバレた。ガキ塚見てたらもっと面白い。あるよ。なんでそれしかできてないかな。石川出身だね。あ、石川なんだ、日本海出身なんだ。日本海、日本海出身ではないだ。日本海から出てきたみたいな。大体わかるだろ、日本ブラックを。日本ブラックじゃない、ガシャ。
来ちゃった。遅いよお前。ごめん、遅刻した理由考えてた。